あのサラリーマンをやられて、はい、そこからの保険関係で独立されてたんでしたっけ。今日は、武田塾の立川校と八王子校と多摩センター校を、運営していただいている小泉オーナーにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょこちょここのフランチャイズチャンネルでもね、あの、はい、ネタにさせていただいてるかね、あのご本人に登場していただくのは初めてということで、そうですね、どうもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。小泉オーナーが加盟したのは2013年とかですかね、はい、もうそれぐらいですね。もう本当にあの加盟の最初の一期だと思いますので、立川っていうともうね、はい、かなり前半戦10校舎なかった、いや一応形は18か19校舎目なんですね。18年ぐらいなんですね、はい、去年も立川校さんは、生徒110人オーバーで、あの全武田塾でベスト5に入る校舎でしたし、はい、なかなか武田塾で100人超える校舎ってのは少ないんですけど、八王子校も100人を超えたり、はい、ね、多摩センター校も作ったばっかりですぐ増床しましたよね。そうですね、あの半年でおかげさまで本当にすごいオーナーさんなんですけども、もともとはあのサラリーマンをやられて、はい、そこからの保険関係で独立されてたんですか。そうですね、うっかり25年サラリーマンやっちゃいましてまあ長いですね、まあ、営業中止になったんですけど、その中でこう人事に行ってですね、あの人の教育の部門を担当するところがあって、まあ、それで教育やってる時にすごく面白かったんですね、はい、まあ、あの教育で人が変わるというところと、はい、やっぱりできなかった人ができる、成長するっていうのが目の当たりにして、はい、これが本当にやりたいことかなということで、まあ、25年ちょうどその損害保険会社が合併になったんですね、はい、その合併のタイミングで、まあ、あのサラリーマンを卒業して、まあ、独立したという形になります。そうですね、はい、で独立されてその後に、はい、ただその時では武田塾全く知らなかったんですよ ね、なんでいろんなあのやっぱり塾のフランチャイズを見ました、はい、何のノウハウも何もなかったんで、はい、まあ、本当にもうメジャーなところからですね、いろんなところを見て10いくつぐらい回りましたね、はい、そうなんですね。フランチャイズの相談さんの説明にいろいろ回ったんですね。そうですね、もういろいろ回ってですね、はい、であの担当者の方もいろいろあったんですけど、まあ、結局やっぱりちょっと大手さんいまいちかなというのがあって、はい、あのまあ、その時もあまり知られてなかったところに、まあ、加盟してスタートしました。なるほど、武田塾ではない、あの、はい、塾に一旦加盟されて独立されたんですね。自学自主という、まあ、名目の中でのですね、はい、ところでいいかなと思ってやったんですが、はい、入ってみたら営業中心だったんですね、はあはあ、本部からの、話 も基本的にはもうやっぱりもうどうやって集客するか、はい、どうやってまあ生徒増やすかというそういう部分で、はあはあ、いわゆる生徒をどうやって成績上げるかっていうところが全くなかったんで、はあ、結構本部と喧嘩してたんですね。なるほど、もう、まあ、これじゃないんだと、僕が聞きたいのはどうやって生徒を伸ばすんだ、どうやって生徒合格させるんだってことやってくれというのがあったんですけど、うん、月に1回やっぱりあのミーティングがあったんですけどね、はい、全くなく、でもう成績上がらないんですよ、はい、まあ、某あの難しい小難しいそのテキストが決まっていて、はい、生徒にやらせるんですけど全然できない、はあ、じゃあこれ以外ないのかっても全然出てこなかったんで、はい、じゃあ勝手にもうちょっと、自分でやったんですね、はい、あの参考書を本屋で買って、はい、それぞれの生徒にこうこれやってこれやってって自腹で買ってですね、はい、やったら成績が伸び始めたという形で、まあ、それ半年ぐらいやりましたかね、はい、そうすると本部から言うと、ね、ルール守ってないと怒られるわけですよね。そうです、違うんじゃないのということで、指定された教材を使わなきゃいけなかったわけですね、でも成績を上げるノウハウがなかったと。そうですね、でそれがなかったんで結局まあ最後までそれでやりきってですね、あのおかげさまでその時の生徒全部合格できたんですね。すごいですね。だからまあ結局本部はそういう状況なんで、まあ、非常に悪い雰囲気の中でどうしようかなというところで、たまたまですけど休みの時にあるまあフランチャイズのですね、はい、説明会の、がありまして、はい、それがまあ武田塾だったんですね、はい、ただそこでもちょっとまあ説明を聞いたりとかなくて、そこではあのチラシだけ持ち帰ってですね、はい、それでまあ帰ったという形なんですが、ですよね、あの、フランチャイズの窓口のイベントですね、あの当時ね、あの、令和の虎にも出演しているですね、あの島袋社長と株元社長が運営しているですね、あのフランチャイズの窓口のイベントに出てきた時にあの武田塾を見つけてくれたってことなんですね。そこから加盟してどうだったのかをですね、ちょっと次回詳しく教えてください。はい、わかりました。